こんにちは、広報校長課の大場です。ノンホイパークで初のオリジナルカレンダーが販売されます。2種類ありまして、卓上と壁掛けのカレンダーになります。手元にあるのは壁掛けのカレンダーなんですけど、力作揃いの写真でとてもいいと思うので、ぜひノンホイパークに来園された際にはご購入してはいかがでしょうか。さて、今週の豊橋ナウのラインナップはこちら。遺跡でブラ豊橋店と豊橋キラキライルミネーションの話題をお届けします。そして最後に広報豊橋12月号の紹介をします。それではまずはじめに遺跡でブラ豊橋店の様子をご覧ください。豊橋市内に残る多くの遺跡を一堂に紹介する企画展、遺跡でブラ豊橋店が豊橋市美術博物館で始まりました。展示室には最新の調査で見つかった資料などを含め、縄文時代から江戸時代にかけての遺跡がジオラマやパネルを交えて紹介されています。開催初日の11月23日には学芸員によるギャラリートークが行われ、集まった人たちは発掘調査などに基づいた詳しい解説に耳を傾けました。企画展示遺跡でブラ豊橋では、皆さんの身の回りにあるいつでも見ることができる遺跡をご紹介しながら、合わせて最新の発掘調査成果をご紹介させていただいております。こちらは豊橋市北部の須瀬町にあります国史跡須瀬のジャーナ、こちらのジオラマをですね、今回作成させていただいております。洞窟の中でのあるいはその周辺での暮らしぶりをですね、分かりやすく皆さんにご紹介したものになります。はい、こちらはこの土管のような大きなものは円筒埴輪といいまして、室町の三山古墳から出土しました。これを古墳の周りあるいは古墳の上にずらりと立て並べまして、古墳の聖域を区画したという代物になります。こちらは切り門の鬼瓦になります。安土桃山時代、吉田城主になりました池田輝政が、豊臣秀吉からその使用を許されて瓦に切り門を、表現しました。11月24日には室の遺跡をめぐる文化財サポーターと遺跡でブラ豊橋が行われました。参加者は戦国時代の城主をはじめ、室地区に残る古墳や寺院跡などをおよそ3時間かけて巡りました。結構古墳が大好きでいろんなところ行ってるんですけど、豊橋にもこういうところがあるんだということで、はい、楽しく散策できてます。はい、この文化財サポーターと遺跡でブラ豊橋は今後3回の開催が予定されています。詳しくは豊橋市文化財センターまでお問い合わせください。豊橋の歴史に触れる遺跡巡りについて紹介しています。皆さんもぜひ足をお運びください。続いては豊橋の冬の風物詩、豊橋キラキライルミネーションについてです。どうぞ。豊橋の冬の風物詩、豊橋キラキライルミネーションの点灯式が11月16日土曜日、豊橋駅東口ペデストリアンデッキで行われました。はじめに有野光雄豊橋副市長が、どんどん変わっていく豊橋の街中を楽しんでくださいと挨拶しました。豊橋発展会連盟イルミネーションフェスティバル実行委員会委員長の川西博康さんが、このイルミネーションを SNS などで広めてくださいと呼びかけました。夕闇も一段と迫った会場では、点灯を告げる一斉コールが行われました。集まった人たちのコールに合わせてイルミネーションが一斉に点灯されると、周りから大きな歓声が沸き起こりました。続いて会場では、つつじが丘マーチングバンドの子どもたちが
ダンスを交えた演奏を披露しました。夜空に輝く星空をイメージしたシャンパンゴールドの大天蓋の下、熱演する子どもたちに訪れた人たちから温かい拍手が送られました。今年のキラキライルミネーションのキャッチフレーズは冬空の光散歩。街中合わせておよそ22万個の光の散歩道で豊橋の冬の夜空を彩ります。そうですね、なんか去年の受験期を思い出します。この光を見るとなんかね、ちょっと寒くても暖かい感じがするかなと思う。豊橋キラキライルミネーション2019は冬空の光散歩をキャッチフレーズに、豊橋市と民間の皆様と共同で開催するイルミネーションイベントです。皆様が冬を楽しんでいただけるように素敵なイルミネーションを趣向を凝らしてご用意しておりますので、皆さんお楽しみいただけたらと思います。この豊橋キラキライルミネーションは来年2月14日までの開催です。豊橋駅東口ペデストリアンデッキのほか、ココラアベニュー、ココラフロント、子ども未来館ココニコなどでもイルミネーションの点灯が行われます。満天の星空をイメージしたイルミネーションが豊橋駅前に広がります。写真コンテストもあるので、とびきりの1枚を写真に収めてみてはいかがでしょうか。続いては広報豊橋12月号の見どころの紹介です。広報豊橋12月号の特集ページは、冬の魅力に迫る道の駅豊橋徹底ガイドです。今年5月にオープンした豊橋初の道の駅、皆さんはもう行かれましたか。道の駅豊橋は人と町をつなぐ豊橋の縁側として、豊橋の食と農業の魅力を発信しています。10月には早くも来場者100万人を達成し、豊橋市内外から多くの方が訪れています。今回の特集ページでは、道の駅豊橋の白井駅長が道の駅で食べられるおすすめグルメや冬ならではの体験イベントなどを紹介します。おすすめのお土産や厳選グルメ、道の駅豊橋でのイベント情報などが盛りだくさんです。皆さんもこの特集ページを読んで道の駅豊橋を満喫してみてはいかがでしょうか。続いては12月号の一押し情報です。今回の一押し情報はガールズパーティー in 豊橋競輪場です。12月21日土曜日午後2時から6時に開催されるこのイベント、競輪場で競輪を観戦し、新芽縄作りやティータイムを楽しむことができます。参加費は無料です。対象は10歳以上の女性、定員は20人です。申し込み希望の方は12月8日日曜日までに豊橋競輪場ホームページの応募フォームより必要事項を入力してご応募ください。詳しくは豊橋競輪場ホームページをご確認ください。皆さんもお茶を飲みながらリラックスした雰囲気の中で競輪を観戦してみませんか。お問い合わせは豊橋競輪場、電話 0532-61-3136 へご連絡ください。広報豊橋を皆様の生活にお役立てください。さて、今週の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。